今日大洲市を流れる肱川で行われていたのは、高菜が全然違うでしょ、これがメス。あ、全然違います。大きい鮎漁です。卵を産もうとして下がってきよる時期です。一番いい時期。この時期は例年鮎が下流で産卵するために川を下ってくる時期で、江戸時代から続く瀬張り漁で盛んに鮎漁が行われるのです。しかし水が少ない。今としたらもっとそのくらい。ここら辺までは水がある。そうそう、流れ寄るんです。今年みたいな渇水じゃなかったら5分の1、4分の1か5分の1も取ってないことなかろうか。収穫量はもう今までにない。水がこんだけ少のうて藍の量が取れんなという教訓がない。川の水が少ないために鮎が川を下ることができなくなっているのではないかといいます。水不足の影響は他にも。大きさは今年はめちゃくちゃムラがある。大きさに例年にだったらこのぐらいなんがね、このぐらいの大きさのが主流です。鮎は石につく苔を食べて夏場に大きくなりますが、今年は夏場も川の水が少なく苔が育たなかったため、鮎が十分に大きくならなかったと見られています。産卵場所まで降りるんだろうかいう心配がある。来年またこれが下がって産卵場で産卵をして、また来年上がってくるけど、上ってくるけど、でけんその分が下がらんけん、どんなんやろうと思うんだが。金曜日が雨夜でしょ。それをもう皆さん最後の期待をしとるんじゃないかと思うんですよ。金曜日の雨を期待して最後の量だな。もう願うだけよ。やっぱな、せめて10ミリ20ミリの雨が降ってくれたらもう何もかもできる、潤うんだけどな。9月と10月の降水量が観測史上最も少なかった大洲。漁をしていた菅田地区のおよそ10キロ上流にある鹿野川ダムは、鹿野川ダムの上流に来ています。あちらご覧ください。あちらの石造りの橋は普段は水に沈んで見えないということなんですけれども、今はあのように橋全体が姿を現しています。鹿野川ダムの主な役割は治水で、肱川に流れる水の量を調節することで洪水を防ぎ、渇水の時には溜めた水を流して川の正常な水の流れを維持します。しかし1週間前、この役割を果たすために使う水の貯水率が 0% に。このままでは鮎をはじめとする生物環境に影響が出るとして、今月1日から14年ぶりにダムの底に蓄えている緊急用の水、対砂容量内貯留水を放流し対応しています。しかし大洲河川国道事務所によると、この緊急用の水もこのまま雨が降らない状況が続くと、あと10日ほどで底をつく見込みです。四国地方の今後1ヶ月の予想降水量は平年並みで、このまま少雨傾向が続く場合、産卵した鮎の卵が干上がったり、長浜地域の生活用水となっている地下の水源に海水が混ざり、家庭用水の取水に影響が出たりする恐れがあるということです。